なんか私ハテチ見た時は結構なんで自分に入ってないのかなって思ったりしたので、なんでちょっと言葉にできないんですけど、自分というか沖縄によりコネクトできるもので、それがすごい自分に返ったような感じ。女性だけに見られた文化であって、入れ墨とはもう全く違うというふうに捉えなければいけないと思います。ですから、その今その蘇らせようとしている方がいることはいいことだと思いますけど、その辺の入れ墨といわゆるよその国の文化とかね、あれとは違うんだということをはっきり認識してですね、その文化のよみがえりというものを捉えなければいけないと思います。琉球の文化を誇れなくなってしまったのは残念かなって思います。まあもちろんみんながみんなとかいうわけではないですけど、まあ、そういう人もいたので、なのでそれは結構悲しいことかなとは思ってます。